はい、どうも、ひこもんです。ダイソーへ行ったら、日産 GT-R のミニカーがあったので、買ってきました。一つ100円です。GT-R っぽい車じゃないですよ。GT-R です。で、その場にあった4種類買ってきました。2番がね、残念ながら売り切れてました。この一つもね、揃えたいところなんですけどね、この4種類で行きます。まあ、基本的にね、形は変わらないです。変わるのはシールのデザインです。そうなんです。これシールなんですよね。ハッピーセットのおまけみたいな感じです。車体カラーは赤と黒と黄色とオレンジです。どうも2番は白みたいですね。でパッケージはこんな感じになってます。これがなんていうものかな、ファンブーなのかな、ファンブーモデルカー。イラストがかっこいいです。で裏面はこんな感じ。日産自動車株式会社とは、会社の説明から入ってますからね。ちゃんとね、日産のオフィシャルライセンスドプロダクトです。大概ね、ダイソーのミニカーっていうとね、まあそれっぽい感じのね、格好車なんですけどね。もう GT-R ってところでもすごいです。ナンバー1はこんな感じ。ナンバー3はこんな感じ。黒かっこいいっすね。で、イエローがこんな感じ。そしてオレンジ。では、サクッとシール貼っちゃいます。大変だけど頑張ります。シールの裏側にはね、ちゃんと貼り付け場所が書いてあります。シール貼るとこのフロントグリルの部分隠れちゃうんですね。もったいないですね。シール貼り付け完了しました。思っていたよりは難しくなかったです。1台ならね、余裕です。でパッと見た感じね、いい感じです。ちゃんと底面もデザインされてます。走行もいい感じです。黒はこんな感じです。非常にレーシングカーな感じがあります。この黄色はね、ツールドフランスなんかでね、この先導車になりそうです。オレンジ、これはオートバックスですかね。というわけでね、ダイソーの GT-R のミニカー見かけたらね、1台買ってみてはいかがでしょうか。シール貼らずにね、自分で塗装してみるなんて楽しみ方もできるかもしれないです。非常にね、マスキングとか大変そうですけどね、やりごたえはありそうですよ。